読売中高生新聞をご覧の皆さん、こんにちは。法政大学国際文化学部3年石川沙耶香と同じく後藤亮介です。今日は私たちがここ市ヶ谷キャンパスを案内します。こちらがサッタホールです。見てください、この大きなホール。このホールは法政大学の創始者の一人であるサッタ正邦の名前にちなんで名付けられました。870人も収容できるこのホールでは映画の試写会も行われたりするんですよ。約1万5000人の学生が学ぶ市ヶ谷キャンパスにはこのように大きな教室がいくつもあります。キャリアセンターはどんな場所ですか？キャリアセンターは就職活動を支援する場所になっています。他にも就職に関する資料を見たりとか先輩の体験談を見れたりとかしています。また企業の方を実際大学に呼んで説明会を開くようなこともになっております。じゃあ具体的にはどのようなサポートを受けられるんですか？学生の皆さんが実際に企業に出す資料を一緒に考えたりとか、面接の練習もキャリアセンターで一緒にやることができます。ここは体育館です。ロンドンオリンピックで銀、リオデジャネイロオリンピックで銅メダルを獲得した重量挙げの三宅博美選手も学生時代はここで練習していました。トレーニングセンターも充実してます。硬いです。あ、痛い痛い硬い。あ、もっといける。あ、もっと手伸ばして。あ、痛い。お腹をちょっとやばい。ここは購買書籍部です。ここでは授業に必要な教科書や雑誌、また就職活動に役立つ本や文房具、またいろいろな雑貨などもたくさん売っているんですよ。こちらでは大学のオリジナルグッズもたくさん準備してます。皆さん、これなんだかわかりますか？大学の公式キャラクターエコピョンです。こちらが学生たちの憩いの場、学生ホールです。学生ホールには Wi-Fi も完備、自動販売機には大学オリジナルのミネラルウォーター、合成水も売っていますよ。キャンパス内にはこんなカフェもあるんですよ。こちらが今女子に人気のエコピョンパンケーキです。みんな注文したらインスタグラムに上げてるんですよ。それでは実食。うおふわふわで美味しいです。いいな、俺も食べたいんだけど。じゃあ仕方ない、美味しいです。ここは市ヶ谷キャンパスの食堂の一つ、集いです。席の数はなんと500席以上あるキャンパスで一番大きな食堂です。
テラス席では外の風景を見ながら食事をすることができます。ボアソナドタワーの26階にあるスカイホールからは市ヶ谷キャンパスや都心が一望できます。こちらが食堂です。いただきます。ここは情報カフェテリアです。授業のための調べ物をしたりレポートを書いたりするのに使っています。ここが G ラウンジです。英語を母国語としたスタッフ、学生と交流ができます。英語を話してみたいな、どうやって英語を上達させたらいいかわからない、そんな人にぴったりです。Why can Japan? That's an interesting question. I really like it here. Same way, but that's better. Yeah, that's better. ここが図書館です。地下4階、地上2階の計6フロアになっていて、なんと74万冊もの蔵書があるんですよ。はい、私はダンスサークルに入ってます。そのダンスサークルの仲間たちと毎日充実した生活を送ってます。一番最近だと学園祭ですね。学園祭で、サークルの仲間と、ボアソナードの下であったりだとか、こちらの富士見ゲートのステージで踊ったりしました。他にそのサークルの有志で集まってアイドルグループを結成して、そこの入り口のところでアイドル活動みたいな感じでアイドルダンスを披露しました、はい。そんな勉強以外にもサークルでも友達ともすごい充実した生活を送れています。一番魅力だなって思うのは人なんですけど、なんで人かっていうと、腰の低い人、謙虚な人が多いなっていう風に感じます。そういった姿勢の人がたくさんいるところが私は蓬莱の好きなところです。はい、僕が学生生活の中で一番思い出に残っていることはスペインに留学したことです。僕の通っている国際文化学部は留学をしないと実は卒業ができない学部なんですが、僕はスペイン語を専攻していて、2年の秋にスペインのバルセロナに留学しました。スペイン語を勉強するためにバルセロナに行ったんですけど、バルセロナって実はカタルーニャ語が公用語で、スペイン語も通じるんですけど、ほとんど街中がカタルーニャ語なんですね。なんで、偶然にもスペイン語とカタルーニャ語の両方を学ぶことになってしまったということがありまして、非常にそれが充実した日々で思い出に残っています。やっぱりたくさん学部があるので、その分野を超えてたくさん授業が取れるっていうところが僕は今すごく面白いなと思っているところです。でその自分の好きなことを選んで学部に皆さん入ると思うんですけど、やっぱりその学校に入った後に好きなことってどんどん変わっていくと思うんですね。そういうことがあってもやっぱりたくさんいろんなことができる授業があるので、語学ができたり、一方で文系なんだけど自動車のことができたり、こういろんな授業が揃っているので、やっぱりすごく自由な学校だなと思っています。皆さん、市ヶ谷キャンパスはいかがだったでしょうか。法政大学は都会の真ん中で自分の好きなことを思いっきりできる大学です。皆さん、このキャンパスで一緒に充実した大学生活を送りましょう。待ってます。